ご承知のように江戸に限らずですね、古い歴史を持った都会は常にその真ん中を川が流れておりまして、例えばロンドンのテームズ川、あるいはニューヨークの、ハドソン川、それから、ロンドン、パリのセーヌ川と、古いところではエジプトのナイル川というような川が流れておりまして、その周囲に大きな都会ができるわけですね。で、江戸は無論その隅田川、大川と俗に申しますが、川に支えられておりまして、昨日私ね、ここで舞台稽古がありましたんで、舞台稽古に参りましたらば、だんだん聞いてるうちにね、やっぱり死んだ名優たちの面影が浮かんでまいりましてね、非常に感動しました。だから今日は皆さんお聞きになるとですね、あれは梅香で見た、あれは歌右衛門で見たっていうのはきっと皆さんの頭の中にもよぎるだろうと思いますが、で、歌舞伎はそういうふうにしてできてるわけですね。だからやっぱり音楽が非常に大事な要素になっているということをご承知の上でご覧いただきたい。あ、そうです。それじゃあ三太郎さん、早速でございますが、はい、柳橋から行きたいんですが、これは別に、いろんなところで使うんですよね。柳橋にちなんだ狂言の中ではいろいろ使うわけですよね。はい、はい、じゃあまず小唄の柳橋からどうぞお願いいたします。というのは、はい、これにかぶせるお囃子のことを渡り拍子。渡り拍子というお囃子をかぶせて、はい、この花魁の道中を表現しております。はいはい、よろしくお願いいたします。最後に神栄神山参りましょうか。序幕白子屋店先の場、まず幕開きの向かい小山ですか。はい、これは長唄の越後一緒に説でございます。はい、なぜこの歌がこれ流れているかというと、はい、この
町々でお稽古をしているという風情を描写しているわけです。なるほど。稽古の場合です、はい、この町の中で、長田の稽古をしているその様子が聞こえるということで、はい、この町を描写しています。なるほど、はい、ではお願い。そこに角兵衛というお囃子を打ち込んでおります。おい、一个不懂的话